体をねじる運動のワンポイントです。この運動は背骨を柔軟に保ち良い姿勢を作るために大切な運動です。前半の2回は強く、後半の2回は弱く、メリハリをつけて動いていきましょう。強くねじるときには腕と一緒に首もねじっていきます。このように視線が上に向いてしまったり下に下がってしまったりして姿勢は崩れていませんか？ねじるときには真後ろを見るようにねじることを心がけて、腰回り周辺の筋肉に刺激を入れていきましょう。他にもたくさんのラジオ体操動画をアップしています。ぜひチャンネル登録お願いします。